今日はこの四つ葉のクローバーの編み方を紹介します。材料の紹介です。今回私は TMC のハッピーコットンで編みました。別の糸やお家にある余り糸で編む場合などは糸に合ったかぎ針のサイズを用意してください。それでは早速編んでいきます。輪の作り目をします。指に2回糸を巻きつけて立ち上がりを3目行います。次に長編みを2目行います。1目、2目。そうしたら鎖編みを3目行います。そして輪に引き抜いてください。これで葉っぱ1枚目が完成です。ここからは1枚目の葉っぱの作り方の繰り返しです。鎖編み3目、長編み2目、鎖編み3目をして輪の中心に引き抜きます。これを繰り返してください。葉っぱが4枚完成しました。糸端を引っ張って中心の動いた方の糸を優しく引っ張ります。そしたら輪の中心が小さくなります。そして最後に糸端を引っ張って四つ葉のクローバーの形が完成します。糸を切ってここから糸始末をしていきます。ここは四つ葉のクローバーの下の部分になるので長めに糸を切ってください。糸始末は私はストラップにしたかったのでストラップ部分を残して糸始末をしました。これで完成です。とっても簡単なのでプレゼントに作ったり余り糸なので作ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。